長尾正史氏、長尾正史氏6月1日から1944年8月19日は、日本の政治家、弁護士、会社役員、衆議院議員、鉄道政務次官、司法参与官、第一、東京弁護士会会長、小畜監査役、東京弁護士会会長、国家公安委員を務めた、長尾の野位、広島県高田郡坂村に生まれた、 長は次郎平の長男。1903年、明治法律学校卒業。1906年、法政大学卒業。判事検事登用試験合格。1909年、東京地方裁判所判事に任官。1917年に退官し、弁護士となる。一般訴訟事務を取り扱う。1921年、東京府笛原郡大井町会議員に押され。 調整のためにも尽力。同郷の持月圭介から出馬を進められ、1927年11月に行われた、広島第一区衆議院議員補欠選挙で当選。声優会公認。以後、第16回衆議院議員総選挙から第20回衆議院議員総選挙まで5回連続当選。同公会、立憲声優会に所属。 1942年4月に実施された第21回衆議院議員総選挙では、非推薦となり193秒差で落選した。1943年4月、第1東京弁護士会会長に就任。また、会社の重役であった。1918年、家督を相続。趣味は、演芸、重量。宗教は新習。住所は、 東京市品川区大井鹿島町。弁護士としては甘かす事件、ご子鉄疑獄事件、売りくん事件の弁護人を務めた。事務所は京橋区銀座。1937年6月16日に日本航空輸送研究所が運航する大阪発別府行きの14式水上偵察機に妻と搭乗していたところ、小戸島沖に不時着水死救助された。 長和夫妻は初めて飛行機に乗ったところこの災難にあったという。定人事件においては、検察側の取り調べの過程に人権蹂躙があったとして、衆議院本会議で質問を行った。また、1940年のいわゆる反軍演説による斎藤隆夫の議員除名問題においては、議員除名を反対する投票を行った7名のうちの1名であった。ありがとうございます。